めてたかなと思いますね。特にその、ディフェンス、はい、ブロックを作ってしっかり相手の、はい、入ってくるボールに対して対応したし、はい、また裏へのボールもね、はい、うまく交代できたんじゃないかなと思いますね。多分というか、あの前節小倉さんが言ってたように、あのメリハリのある攻撃ができてるんじゃないかなと思うんですが、いや本当ね、あのすごくボールの動きも速いですし、はい、それからボールの動きがスムーズだよね、はい、そうじゃなくて展開もできてるし、はい、そういう分では向こうがちょっと焦点を、ね、絞りづらいような攻め方してるんじゃないかと思いますね。で、まあ、得点者が三浦選手ということで、はい、勢いも盛り上がっておりますんで、あの動きは素晴らしかったですよね。またジャンボもね、うまく返しましたよね。で、うまくカズもディフェンスが逃げたどこにボール来ましたから、すぐタイミングも良かったし、非常に素晴らしいボールだと思いますね。だからカズ選手だけじゃなく周りの選手のおかげもあって、あの点が生まれたってことですね。もちろんそうですよね。だからその全体の動きが本当にこういいんで、はい、コンビネーションマークできてるし、はい、今日は、攻守ともにスムーズな感じますね。なんですけども、はい、後半戦、絶対負けちゃいけないんですけども、はい、これはもう思い今の、今のまま攻めに、今のままでいいと思います。ただ気をつけなきゃいけないのは、はい、裏へのボールの対しての応対と、はい、今通りやることがセットプレーです、はい、やはりコーナーキック、はい、それからブリックは、はい、いいボール入ってくるし、はい、あの背の高い選手もいるので、はい、これは要注意だと思いますね。はい、わかりました。ありがとうございます、はい、選手の皆さん、セットプレーに注意してください。はい、そして後半、皆さん、熱い熱いサポートよろしくお願いします。お願いします。2015 J リーグタイトルパートナーは明治安田生命、リーグトップパートナーはキャノンマーケティングジャパン、アイデム、コカ・コーラ、JCB、明治安田生命、このプラン。